ポッソスいつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。では引き続きというか、今後こういう形でやっていくかもしれないですけど、まあアニメを見ながら、まあ、リアクションを取っていこうと思います。今回やるのは、ブリーチ千年決戦編の、第27話目、はい、3クール目1話です。1話目ですね。こちらをやっていきたいと思います。待ちに待ったね。コンクールはさ、ジャンプ作品めっちゃ多いからね。ドラゴンボール、ブリーチ、ダンダダンでしょ。で、青の箱、あとなんかあった。とにかくすごいんですよ。新しいオープニングですね。おー、ユーハバッハ。これね、修行後のチャンイチエ。おー、アイゼン。あ、出た。ここアニメオリジナルみたいですよね。かっこよくないこれ。この人の挽回も初公開だったもんね、アニメで。この人確か男だっけ。四女の歯が立たぬ我らにたった一人で何ができる。我らの力はそれ振るだけで三大天地を震える。どんだけだよ。ゆえに我らは互いの命を結びようと誠の剣を封じておった。そして今三つの命と引き換えに決命の封印は解き放たれた。今まで本気じゃなかった。心せよ。挽回。挽回。かっこよすぎだろ。ミシン。ミシンっていうか何だろうこれ。まあミシンだろうね。ミシン。みんなが自害しないと挽回できないんだよ。ちょっと一回じゃ覚えられないし、シャッターガラガラの中に。挽回だろうな。挽回？こんな冷圧、隊長たちの挽回からでも感じたのなんですぞ。黒崎くん、ゼロ挽回の人たち。まあ、井上たちは直接会ったことはなかったが、全部ゼロ挽回から教わった。井上さんの服エロ。おいよ、このままユーハバッハたちも倒してくれりゃめでたしめでたしだぜ。まあそうは問屋がね。ひとかぜとかはバンダーで目もつぶれよ。反射された。ふたかぜとかはおいおい、なんだいこれ。鋼の鎧、トゲトゲのアイアンメイデンの、どういう挽回だろうねこれ。国産の腹割った、たむるその手が。つまらん芸だ、叩き切ってやる。見て尽くしとめ。あ、カチカチに。とにかくいろんな攻撃をしてくる。やけど腹、氷だ、トゲトゲだ、なんか灰みたいな炎とか。抜ける道なし、闇夜の星よ。ブリュー虎はおしまい。あ、何された。何された。シデの星、命それと枕窓のよ、とくにやれ。聖書万端整えて、甘くこの場所シデの六つ浮き物を張った。着物にされたのね。そしてユーハバッハと和尚の戦い、でかっ。わしの力は黒黒、ひとたび一文字を解き放てば死神も君臣も聖者も死者も関係なく、この世界のあらゆる黒は黒、わしのものじゃ。いや、かつてユーハバッハだったのに、顔を失うのはつらかろう。哀れな恩師にわしが名をつけてやろう。白船一文字。最新式の言い方で言うなら、挽回という。あ、挽回。何しろ世に挽回というもんが生まれるより昔、最初に生まれた進化した残白刀や。この刀は一文字で塗りつぶされたものに新たな名を刻み込むことができる。さて、気分はどうじゃ。
かつてユーハバッハだったクロアリよ。クロアリ。本質の力は今地面を這うクロアリに等しい。あ、そういうこと。儚い命となった。ここまでじゃ、ここまで力の差があった。そして本質の命運はここまで。今まで殺した死神たちの命を抱いて、クロアリの家族に踏み潰されて死ぬがよい。うわ。出たこの BGM。 これから起こる全てを見通し、陛下が知られた力で陛下を倒すことができる。シュリフトは A、 クインシーの王にふさわしきそのお力の名は、オールマイティ。オールマイティ、今知ってたから詳しくは知らない、名前ぐらい。眠れるならまぶたも縫い合わせてやる。やってみろ。矢よりも早く届くだろう。すげえ。それ便利だよね。硬くなるよ。もう多分オリジナルだよね。うわ、ボロ。いいね、弱点ぶっ込んできた。すげえ。すげえ。戦う理由がある。なぜ私からお前の力が剥がれ落ちたのか。なぜ自分が破れるのか知りたいと考えているな。教えてください。わしが破れるか。クロワリの名を剥がしたくらいで調子づいたもんじゃの。かつてユーハバッハじゃった名もなき者よ。そんな黒いなりしてわしをどう倒すというんじゃ。知ることはできても忘れたか。すべての黒はわしのものじゃ。急にお経を捧げてよ。どういう技？めちゃくちゃ尺使うじゃんこれ。すげえ冷てえ目してる。シャレ攻撃。100年後のソウルソサイティから夜を百夜奪ってこしらえた恩師を弔う土俵の群れじゃ。どういうこと？恩師を纏う黒までも吸い上げ、恩師の血も肉も骨も何もかも黒く潰して無に帰る。転生すらも許さぬ。転生すらも。悪の魔地獄へ落ちるがよい。すべて見えていると言ったはずだ。なんだって？我が力の前に理解と対策を介在する余地はない。私が目にし知ったものはすべて私の前に無力。まだ私を名もなき者だと思っているか。
我が名はユーハ・バッハ。お前の全てを奪うものだ。うわ、おしょ粉々にされた。うわ、何それ、ウリア。キトゥレンリッター。何を立つ、わらわの挽回から逃れられると。おかしなことを言う死神だな。今、君の挽回に囚われているのは、君だ。え？あれ？僕は一度、クイーンシーの誇りにかけて、お前を殺す。おお、ホルシテンリッヒと何だ、能力やられた。その目パチパチ何その目メガネパチパチ何だ、こうもあっさり、そしてみんな無傷っていうね、なんでだよって。強すぎるぜ、ユーハバッハ。レイシオね、多分道作るんだろうね。目がめちゃくちゃ気持ち悪いけどすげえかっけえ、すげえ、すげえ神話的。我らクイーシーの魂に刻まれた喪失、その元凶を打ち砕くための聖戦。これが昔の戦いね。お前の死を完結。レオ様が、三枚の王に送る三家の金だ。あ、わった、わった、もう早いよ、もう終わったよ。ただお前戦えんのか。王将、王将、名前を呼んでくれ。少数で一名。聞こえた。え？何それ？いや、ありがとうよ。むちゃくちゃかよ。すべての力がこもっとる。恩師に名を呼んでもらうことで、恩師の力をじっとばかしもらい受けて体を治したんじゃ。むちゃくちゃだな。むちゃくちゃだよ。そうか、わしと恩師の力をもってすれば当然じゃぞ。むちゃくちゃだな。まあ死神っぽいけど。ハバハを止めてくれ。ゼロ番隊は奴らに敗れた。わしの体は取り戻したが、力の回復を待っておっては間に合わず、奴を止められるのはもう他におらん。殺せとは言わん。むちゃ言えない。ただ止めてくれ。霊王は世界の鍵じゃ。霊王が死ねば現世も精霊帝も何もかもが崩れて消えてしまう。荷が重すぎだろ。はいはい、アイゼンの封印をね、解きに来たね。やばいよ。さらばだ、未来を見渡した我が父よ。え、父、え、父、え、お父さん、え、どういうこと。田向けの鐘が鳴り響く。剣に打たれ地に落ちるまで。おしゃれポエム、おしゃれポエムか、それともあれ、なんていうんだっけあの、川柳。はい、ということでこんな感じで、来週も、リアクション動画撮っていきたいと思いますので、よかったらねコメントで絡みましょう。原作は未読です。ではまたお会いしましょう。おつおつ、バイバイ。